アダムスピークは、スリランカ中央部のサバラガムは州にあり、ラットゥナプラ北方にそびえる山である。スリーパーダやサマナラカンダとも呼ばれる。標高2238メートル。スリーパーダとは、シンハラ語で、聖なる足跡という意味である。頂上付近にある1.8メートル台の岩にある、穴が足跡に似ており、仏教とは、仏陀の足跡、ヒンドゥ教とは、 柴神の足跡とイスラーム教徒は人類思そのアダムの足跡、キリスト教徒は聖トーマスの足跡に見立てる。アダムスピークという名前はイスラーム教徒の主張するアダムの足跡に基づく呼び名である。一方で様ならは、ハラ語では、蝶々の意味で9月や10月に大量に山で発生する蝶の群れにちなむとも言う。山の別名はスマナクータといい。 山の神のサマンがいるとして崇められている。白い像に乗り弓矢を持つ狩猟神で、もともとは、先住民のベッタ人の神を祀る聖地であった、可能性も高い。なお、タミル語の三名は、シバノリパタマライである。登山道がある麓の村マスケリア諸宗教を越えて、人々の信仰を集めている、山岳信仰の山で、特に、3月の満月の日は、 山麓から山頂まで、珠つなぎになるほどの巡礼が参拝に訪れる。マルコポーロの東方圏文録やイブンバットータの三大陸周遊記にも記録されている。山頂には、紳士と寺院が祀られ、北側のマスケリアや南側のラトゥナプラから数時間をかけて登山する。山麓のラトゥナプラには、マハーサマンデーワーレがあり、 山頂のサマン人を祭り、毎年10月頃に大祭がある。階段には中世以来の寄進者の名前が刻まれていて、信仰の深さを表している。ウイジャヤ・バーフ、日産カマラ、パラークラマ・バーフなど、ドライゾーンのポロンナルワに栄えた、中世の新ラ王国の歴代の王が、山系登山し、多くの寄進を行った。雨、風。 霧で登山が困難になる時期を避けて、12月から5月にかけて夜中に登り、ご来光と共に山の影が雲上に映るのを見るのが良いとされる。アダムスピークとその周辺は2010年にスリランカの中央高地として世界遺産に登録された。構成地域はアダムスピーク周辺のピークワイルダーネス保護区、ホートンプレインズ国立公園。 ナックルズ保護森林である。ありがとうございます。